調節していただければいいかなと思いますので、ざっくりと切っていきます。こちらを縫ってもらいたいんですけど、まだ針と糸を使ったことない子、お家の方にしてもらってください。もうそろそろここら辺ぐらいで入れていきたいと思います。大きめに切ったので、ちょっとはみ出るところをまたここら辺で合わせて切っておきますね。ここまで入れます。でここの部分が盛り上がったところに目玉ですね、針と糸でぐしぐしっと縫っていきます。でちょっと自分で手を入れてもらって、曲げたところのここに口が来るように、折り目のところに、はい、このところにつけます。折り目よりもちょっと中あたりですね、縫い付けます。あいうえおのいの形で、唇を開けたままの状態で歯は軽く噛み締める感じで発声します。自分とは違う声を出していただくためには、動物の鳴き声、犬の鳴き声とか猫の鳴き声、あと鶏さんの鳴き声をちょっと高い声で、可愛らしい子猫ちゃんとか子犬の鳴き声でちょっと発声をしてもらいたいなと思います。うんうん、コケコッコニュー、優しい笑顔で、うんうん、いいの形のままで猫の鳴き声を出していただきたいと思います。声が出せるようになった時は、今度は自分の声と人形の声の交互に出す練習をしていただきたいと思います。まずはアメンボアカイナの発声練習をしたりとか、言葉のやり取りの練習をまずしていただきたいなと思います。マイマイネジ巻き、何飲むの、梅の実落ちても寝のしない。くっつけてしまうとどうしても声が不明瞭になってしまいますので、唇は開いててもいいので、自然な笑顔のいいな形のままでお話ができるといいかなと思います。魔行、パ行、馬行の言葉があるんですけど、こちらは言葉を置き換えて、ママを、ナナ、パパをタタっていう感じで言葉を置き換えて、唇が動かないようにお話をしています。そうですね、練習が必要ですね。自分の鏡の前に立ったりとか、まあ、手鏡を持ったりとかして唇を動かないようにちょっと練習していただきたいなと思います。はい、まず何をしゃべるか台本をしっかり頭の中に叩き込んでもらいたいなと思うので、まあ、棒読みにならないように、自分の声と人形の声が区別がついてるか、まあ、ちょっと声を変わってるかどうかのちょっと確認っていうのもできればいいかなと思います。はい、どの人形を使うにしてもやっぱり目線が上向きにならないように、下向きになるように、ちゃんと皆さんに見てるよっていうような視線ですね、なるように気をつけてお話ができるといいかなと思います。
喋った後に大きく口を開けるっていうのが基本です。最初こんにちはって言った時にこんにちはって大きく口を開けるっていうのが基本になってます。福松の人形は瞬きとか目が動いたりとかできるんですけど、こういうふうなパペット人形は目が動かすことができないので、私が喋ってる場合の時にやっぱり聞いてるような仕草でちょっと動いてる感じですね。聞いてるような仕草が必要になってきます。止まってしまうともう全然動きがなくなっちゃうと生きてるような表情ができないので、常に動いてるっていう仕草が必要になってくるかなと思います。自分が喋ってる時でもこっちが喋ってなくても、あ、聞いてるっていう風な仕草ができるかなと思うので、人形が喋ってなくてもやっぱり会話をしてるような感じで、はい、動かせていただけるといいかなと思います。はい、ではねえ挨拶してよ。挨拶ぐらいできるよね。こんにちは。こんちくわ。ちくわじゃないよ。ちくわと違うの？違う。こんにちは。こんにゃくは。こんにゃくでもないな。違うの？じゃあ挨拶ね、教えてあげるから、真似してくれる？何しろいいの？そう。あのね、まだ真似しなくていいの。あら、真似しなくていいの？ちょっとおかしいじゃないの。あんたの方がおかしいよ。失礼ね。じゃあ、挨拶、じゃあ教えてあげるからちゃんとやってよ。あ、わかった。もう一回ね。こんにちは。こんにゃくは。さっきそれ言ったよね。言ったっけ。なんでこんちくわとこんにゃくっていうの。あのね、実はおでんが大好きなんだ。そんなん関係ないよ。じゃあね、さようなら。